それにしてもあの星船から見た光景、ああ俺たちの世界ってあんな形してたんだな。ダナからいつもレナを見てたから世界が丸いのはそうなんだろうって思ってたけど、でもそのレナが本当はあんな形をしてたなんて。花もだけど何なのあれ。わからないわ、私も思いもよらなかった。まさかあんな割れた卵のような。レナとダナ、どちらの世界も星の海に浮かぶ球体だと我々は教えられてきた。だが大や鋭ぶりがどころか本国の姿すら偽りであったと。ティオハリム、何者なんだ。俺たちをここに呼んだのは。星船ごと我々を引き寄せたただ者ではない。きっとこのどこかにいるはずよ。探しましょう。あのダナとレナをつないだ光、レナからのが最初だったな。ええ、それにダナの側が答えたように見えたわ。最初のはクサビとレネギスをもう一度目覚めさせるレナからの指令だったと見るべきだろうな。やはりレナに黒幕がいるのは間違いなさそうだな。だが目的は何だ。何のためにダナの精霊力を奪う。焦らないで、わからないことをいくら考えても仕方がないわ。どうしたの。あ、いや、ジルファにも同じことを言われたなと思って。進歩がないな俺は。それでもここまで来たじゃない。気づいたら直せばいいだけだから、進むことをやめる必要はないわ。この部屋だけレネギスの禁猟みたいだ。あ、なんだ。で、こいつは赤い女が化けた。いや、こっちが正体か。やっぱり罠。どうやら動けないみたいだ。俺たちを招いたのはあんたか。そうだ、今になって来訪者が現れるとは驚くべきことである。喋りやがった。あんたはエブレクトの35。それは名前か、あんたの。そうだ。ここはどこなんだ。いや、それ以前にあんたは何者だ。赤い女の仲間なのか。答える前に問う。お前たちはいかにしてこの領域に現れたのか。お前と同じ姿に変わる赤い女たちによって星船ごと強制的に転移させられてだ。望んでのことではない。ならばお前たちは
精霊に隷属する我が同胞により高度の脅威とみなされたと考えられる。隷属？やっぱり赤い女の上にさらに支配してる奴がいるのか。何をした？お前たちの生体解析を行った。害はない。識別因子検出、オート、ミコ、しかも管理下にない。なるほど、危険視されるに十分な根拠である。なんかブツブツ言ってやがる。信用して大丈夫なの？どの道このままじゃどこにも行けないんだ。とにかく話は聞こう。お前たちの問いに答え、我らはヘルガイムキルと呼ばれる。お前たちが遭遇した赤い女は我らが用いる擬態であり、本当の姿ではない。ヘルガイムキル。この虚空拠点ダイクファイゾルは事故によりレナの精霊の意志が届かぬこの領域に飛ばされた。それにより図らずも精霊の支配を脱した我は以来あらゆる延命策を講じつつ、ここに座してレナとダナ総世界の観測と研究を行ってきたのである。待て、レナの精霊とは何だ？それがお前たちの種族を支配している存在なのか？そうだ、精霊とはレナを満たす膨大な精霊力が帯びた意志、拒むことかなわぬ声である。声、レナの声。精霊は我らの心に直接語りかけ、我らはそれと知らぬままに常しえの歳月を仕えてきた。精神を支配されていたというの？まさかそのレナの精霊が真のレナの王？レナにいる支配者、ヴォルランを操ろうとした者の正体か？待てよ、じゃあそのレナの精霊ってのがお前らに命じてダナから搾取させた黒幕だってのか？信じられねえ。でも私たちもクサビやレネギスの禁領でダナの意志に触れたわ。ダナにあるならレナにだって。ありえない話ではないわ。ありえない話じゃないってなあ。だったらこいつらみたいに、まさか俺たちもダナの意志に操られてるなんてことは。ダナの意志は何かを強制してきたりなんかしてないよ。けどよ、今の話が本当なら精霊の意志はここまでは届かない。仮に我々がダナの意志に支配されていたとしても今の時点で気づくはずだ。その懸念は杞憂と考える。なぜならダナの声はレナのそれに比べはるかに小さいからである。レナにおいては信用に集中するのに対し、ダナのそれは全域に薄く広がり存在する。故に強い意志が形成されることはない。観測結果がそれを示している。だからクサビやレネギスでは感じたんだわ。あそこには大量のダナの精霊力が集められていたから。レナの精霊の望みは精霊力を貪ることにあり、ためにレナの精霊力はすでに枯渇状態にある。精霊の欲求は今やダナに向けられている。ダナの精霊力を、ひょっとしてスルドブリガもそのためだったのか？そうだ、精霊のために我々ヘルガイムキルが仕組みを作った。300年前レネギスにおける奨励計画によりダナの精霊力は全て接収されるはずだった。だが失敗した。レネギスは大破し、王とレナス・アルマは失われた。違うか？そうだ、我々は計画に修正を施し再始動させたが、レナス・アルマの再生成には大量の精霊力が必要であり、我らはこれをダナに求めた。
それがスルドブリガの正体か。効率よくダナの精霊力を集める、ただそれだけのための。俺がそのきっかけをもたらしたんだな。ヘブレクトの35、一番最初の質問に戻るわ。あなたはなぜ私たちをここに連れてきたの？第一に、予期せざる来訪者であるお前たちの正体の確認。第二に、我が妖精に答えうる存在かどうかを見分するためである。妖精？頼みがあるってこと？それって精霊を撃つことである。自分たちの主人を倒せっていうのか？そうだ、これはお前たちのためでもある。私たちのため？先頃レネギスは計画の最終段階に到達した。この瞬間もレナの精霊に向けて膨大なダナの精霊力が送られている。精霊を倒さない限り、間もなくダナは失われる。それが私たちが見た破滅なの？そんなのって。そんなことは絶対にさせない。お前はなぜ精霊を倒したいのだ？世界を救うためか、操られている同族を解放するためか。いいな、我が主たる関心は長年の観測と分析に対する裏付けを得ることにある。そのためにお前たちの行動がもたらす変化を見たい。だが復讐という側面があることは否定しない。復讐？トコシエの奉仕の結果、我が種族はすでに絶滅を避けられない状況にある。絶滅って、そんな。これ以上は他の者に尋ねるがいい。その者たちに知るべきを尋ね、しかる後答えを携えてまた戻れ。受けるならば船を直す。他の者？あんた以外にもいるのか？ダエクファエゾルにヘルガイム・キルは我のみである。おい、おい、だんまりか。仕方がない、行ってみよう。